1, 2, 1, 2 自転車に乗ってたまには遠くへお散歩もいいかもしれないけれどもサドルでアナルに刺激するなよクソが出てしまいそうになるからサドルでアナルを刺激しすぎるなよおクソが出てしまいそうになるから特に段差には気をつけなよアナルに特別な刺激が走るからその刺激によってお クソが出そうになったら近くにある公衆便所にすぐ行ければよいけれども行けない場合はどうするべきなのかを考えて刺激を受け続けろよそういった意味でをそういった意味でのサドルを刺激を受け続けるなよ受け続けると必ず出るから必ず出るとわかっているならサドルを当たらない程度にケツを浮かして走ればいいだけのことなんだろうだからアナルに刺激を当てずに自転車を漕ぐ技術を私含め身につけよう人類